さあ、7三玉です。親うん。番鈴木優、もう、じゃあ、ハー大井はパーマン。鈴木に絞ったりするわけですそうね。ですじね。ゃあ最悪ね、そうそうなでりすますね。しね。まあ、あと、マンツーとかできればめっちゃやっぱ嬉しいですけど、そうこので曲すね。で。自分も着順アップできる可能性出てくるんで。ゆうさん、ハイパイに2面お、ツ、なかなかいい。ドラ入りで、マンズも完成しています。いや、いいハイパイ。いやー、イケメンハイパイやな。イケメンこハれイはイパケイ。メンハイパイピだ。カピカ光ってるね、ハイパイ。あ、大井さあ、んあハクの、ポン。これもうユウさんの親、終わらしちゃうぞ。あ、でも本一？一応本質も残しますよね。この曲はまだ別に100点からのアシストそんな期待できないですよね。イーシャンテン。最後ユウのさイーんシもャンテン。手がこ良れい。はもう、しかもチンチュンポのンのポインーでシきャンる。テン。しかも、大井さんもやっぱり、まあ、このハンチャン、今のまま終わるのがベストではないですかそうね、です自よ分。ね。まあ、マイ着ナ順スアなっッちゃうプし。できるならしたいです。3は引いたんじゃない？あいらや、らこれらはら、イずケるメンいツぞ。も、ずるいツモちょっな。と待って、ちょっちょっとと待っイケメて。ンツも。今のはリーチ来ますよ。あんなニールコールかや呼んばじゃいうんでやしばい。ょ？やばいやばい。あ、テンパった。あ、テンパった。テンパっおかた？しさん、テンこれパっリーチた？かも。なんだ？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 お、テンさパイをすが外に、す。まあ、外した。まあ、さすがに、そうですね。角谷さん、ちょっと今、D のみ、だって嫌ですもっよたいね。ないですね。うん。3巡目でこんなイーシャンテンが2人いるとは思わないもんな、思あ、わなびっいでくりしすた。ね、もうこれ。テンパイしたと思った。最高さんは？いいチュシンャンポンテンテンなんのですかかよるイーシャンテンね。か。3巡目でイーシャンテンテンパイでしキたュビよ。キュビ。はトラい。ズでしたけども。現状はイーシャンテンが3人。早すぎる。仕掛けてる大江さんが一番遅いっていう。いや、早く入りたいね、サイコロ。あ、まあ、ちょっと、ああ、まあまあ、なんちょっとか、良くなっちょった。とというパか、イン、これでいいね、と思いまチーす。ソー送るとすっごい打点もつく。イーソー引いたらどうするのかな？ペンチーソーで打ペンチー点を。ソー玉とかもあるかもしれないですね。ああ、なにあこれ、れ、ま、メンタル玉になる太陽、これはこれは E1 太陽、ですか？太 E1 でし陽ょうになりね。まこれしは E1 た。すかね。ていうか、6000オールとか見えてきたんだけど、こんなところで6000オールやったらたまローらワンん切るかな。もしれないですね。単純に枚数1枚枚数多いんで。で。はい。どうせ6キュアにしないんで。いやー、足らない。角谷が。ただ、ローワンは一応 T1 引きが結構嬉しいんでね。ドラパーマンはい。なだけに。張らない。これ、誰からリーチって言われても、ユウさんもまっすぐですよってやつですはい。か。はい、そうですよね。てか、ユウさんがリーチでも角谷さんとかまっすぐなんじゃない角谷かな。さん、これこれは、で、いまあ、つ？イーソー切ってるし、ランゾー逃げですけどああ、ね。そっか。お、ちょっとずつ大井さんも。まあ、パワーワンを切るかどう切っかの、た。瞬間、切りました。で、ああ、嘘か。これはつもぎりですか。サブロッソーそうですがよね、ね。サブロッソーが悪く見えないから。違貼らう。ない。みんな、みんな貼ら手こずっなてい。ますね。あらららら。張っいや、た。これは先輩取るんじゃないの？先テンパ輩とを一緒です取る、が。リーチとダマの迷いもちょっとありますパーマンか。来た瞬間ね、ただ今、全てがアップダマするから。1300を上がりたくないんですよね、状何況的三に。曲。ただ、リーチするのもどうなんですかね。いやーでも、微妙っすね。リーチするかもしれないですよ、これ、角谷さん。結構。まあ、手つきはね、結構リーチに寄ってたなって思ったんですけどここね。1000、2000結構でかいんですよ、やっぱり。1200まあ、見で、たまっ1200てでまかすいし、ね。2000、4000だったらめっちゃでかいんで、黙だっって、た。え、今、おぉ、ピンキーのとしたおじさん。危ない危ない。最初の点です。多いもいいシャンテン。全員いいシャンテン。拡大だけテンパイか。サイコロ、枯れないのか。変わあられない。ないですチューンね。深いな。みんな切るのいにや、本な。当ですよ。あ、これこれは？で。さすがに。いや、手元おぉ、のちピンびちだ。大井さんが追いこれついは、た。多いがテンパイ。すっこちんピなンテンのパイになるあとんは。な遅かった人が。手が。あーで、これは、補充す補る範囲。充で金すは補か。充ですね。うわ、取れた。取れた。すごい。天才なの？天才ですね。まあ、時間の問題な気もしますけど。ここで変に空切りとか何回リーチって言うと余計にもチーピンが出ますね。で、アンワン切りは、なんか想像が結構薄いんだよな、スッキーそう。いや、そうです嘘。ね。あんまり引っ付きにそこまで魅力がないですね。もう、いや、まあ、はい。一旦外した。大江さん、スーピンが一枚だけあるな、漫画スーにピンは長一い。通がついて漫画になります。いや、でも、このチーピンはちょっと無理がありますね。
さすがにもお金もある。大井さんがテンパに見えてるんですかね。ドラのパーマーも話して、もう一個ね、フール入ってますけど。いや、だサイコロさんの衣装なんて長すぎるよね。いや、本当に。あ、サブロキューズもしくは。いや、サブロキューズはフリーテンなんで、スーチーワンでリーチに行くんじゃないですか。大井さんは、ハツとシャアの切り順的にまあまあテンパいですね。あ、でもこれサブロス層がよく見えるから、フリーテンリーチあるんだ。1000、2000偉いもんな。どうですか、サピンさん、この手。そうですね。急走いらないって言いながらサブロック急走でリーチしそうですけどね。ああ、そうなんですね。そんだけ良さそうだからってことですね。26、まあ微妙ですけどね。スッチワンがちょっと嫌すぎるな。だいぶただ、補充してる、あれあれ、あの、フードしてる、ね、大井さんがね、はい。に、フリテンリーチで勝ち込むって、まあまあ勇気いりますけど。いりますね。サブロック層が3枚と、急走が1枚。ああ、スーチーワンだったから。そう、耐えた。おいさん、あのスーも止まんなかったかもしれないな。いや、止まんないし、絶対止まんないから。チュン、チュン。チュン。チュンはね、切るとサイコロがポンなんじゃないかな。でも、切らないかったら、いや、これはでも我慢するかも。スーソー。もうなんか、ねえ。でもやめ、二人ともに危ない。大井さんにもかなり危ないんですよね。じゃあもうスーワン、チュンはちょっと行きづらいですね。スーワン抜こう。中途半端にチーピン切るぐらいだったら。ただ、初シャアの切り順でちょっと考えるかな。その、ターツ足りてるにしても、小三元大三元あったら初から、確かに、切るかなっていうのは考えるかもしれない。この点数状況で大井さんが。点数見てますね。うん、大井さんが大三元、小三元の可能性をゼロにする点差じゃないんで。うんうん。でも逆に漫画上がりやすくするっていう。いや、漫画は上がってる場合は、まあ意外というか、まあ、跳ね間にできるならやっぱそっちは基本的には伸びるんでね。なるほど。大井さんにチューンは切れるって思ったら切るかもしれないな。あ、チビンだ、チビンだ。これは大井にっこり。はい、白本一3900です。うん、これはにっこり。まあ、にっこりまでいかないでしょう。まあ、小にっこり。はい。だいぶいいですね。結構嬉しい。もう、勝谷が、ヨウさん、マクロの部分ももう最悪よし、ね。はい。ね、はいはい、格差2000点なら上がっていいよっていう感じになってます、ね。いや、でも、大井さん、漫画出上がりで2着ですよ。2着まで行くのは最高ですが、もちろん。それがもちろんベストですね。はい。まあ、最悪、それができないなら、格差2000点上がって。